が足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられることを。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだろう。倒すほかない。アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー子の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやら。何？そんな方法が？アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはだ、いや、ちょっと待て。橋はどうした？そうだな。とりあえず、矢印に従って。アイシーは飛び降りた。どうやらここは、下水道のようだ。周囲にぶら下がる残骸を見て、アイシーはここがただの下水道ではないことを悟った。原因はユダに違いないだろう。アイシーは水路から飛び降り、広い空間にたどり着いた。アイシーは矢印に従い、開いたゲートをくぐった。アイシーは悟った。彼女の前には、ここから脱出するための鍵がある。アイシーは目の前の宝箱に気づいた。宝箱を開けると、彼女の視界に不思議なアイコンが表示された。アイシーのダッシュ力が強化されたようだ。この力さえあれば、手前の貯水池上部から外に出ることができるかもしれない。アイシーはすぐに貯水池まで戻った。
ここは下水道のはずだが、緑色に濁った泥沼を覗いて、あまりにも片付きすぎている。まるで何かが一度この地を掃除したような。アイシーは暴食を破ると、目の前に出口を見つけた。